速報。不調が続くリシャルリソン、その原因はプライベートに？本人が語った内容がこちらです。リシャルリソンさんは次のように答えた。ピッチでは、私はハッピーな男で、できる限りチームに貢献しようと試みる。思い通りにいかないこともある。これについては、フィールドの外での出来事が少し邪魔をしているように思う。正しいことをしたくても、結局はうまくいかない。嵐はすでに去ったんだ。ここ5ヶ月、ピッチの外では激動の時を過ごしてきた。今は家庭も落ち着いている。私のお金にしか目がなかった人たちは去っていった。これからは物事が円滑に進んで、俺はトッテナムで調子を取り戻し、結果を出すことを確信している。続けて先日の試合での涙について話している。あの悲しい瞬間は、自分のプレイが悪かったからということではなく、自分なりにはあの試合は悪くなかったと思う。むしろフィールドの外で起こっていることに対しての鬱憤だったんだ。自分じゃなく、自分に近しい人たちから手に負えなくなった問題のね。イギリスに戻り、心理学者からメンタルヘルプを得て、自分の心を整えるつもりです。強くなって帰ってくるためにね。次回の招集にも呼ばれると信じているし、そのために精一杯やる。今週は、トッテナムスタッフらとじっくり話し合い試合のリズムをつかむ。いい状態でここに来れるよう、トッテナムで良いリズムを作ることが必要なんだ。ワールドカップ南米予選対ペルー戦、リシャルリソンのゴールがオフサイドで取り消しとなったことについて。得点を決めたが、残念ながらカウントされなかった。重要なのはチームが勝利することだ。セレソンのユニフォームを着てプレイできて幸せだ。重要なのはトッテナムで良いリズムを作ることで、この悪い時期は過ぎ去るだろう。ああ、あれはひどかった。でもそれもサッカーの一部だし、ハードワークを続けなければならない。自分のポテンシャルは分かっているし、何ができるかも分かっている。リッチー、お前はいいやつってことみんな知っとるで頑張れ。詳細は知らんけど涙出てきたよ。そんなメンタルの状態でずっと戦ってきたんやな。子供たちに20部もファンサービスした話も相まって、マジで泣けるよ。復活してくれブラジルの真のスター。リッチー大好きやで。何があったかわからんけどマジで復活してくれ期待しとるで、リッチー。